さあ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 やらせやらせさあ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 やらせやらせよし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 ただいまー言うて今日は外でずっと編集しててんけど疲れたあもうごめんな大体あれやね一日普通に編集するだけで人に会わんかったらバケモンみたいな顔出ていくんですよせめてものと思ってこうやっていつも帽子かぶってんねんけど今日これ区役所行った時にさ販売してるとこあるやんあ美味しそうと思っていろいろ買っちゃってんななんか好きやねんこういうさ手作りのそういうなんかあるやん売ってるやんよこういうのめっちゃ好きでよ買っちゃうねんなとりあえず今からラスク食べますね今からご飯食べに行きます今眠たいねんけどもう多分寝ろって言われたら寝ねんけどこのまま朝になって何この動画ってなっちゃいそうやからこれかぶってたらなんかパリピみたいみたいに言われるんですけどそんなことないですかここのお店は私が初めてカラオケバー行った日にたまたまここのお店のスタッフさんがいらっしゃってなんかどこの居酒屋ですか言ったらあずっと行ってみたかったところやみたいな感じになってそっから行って美味しくてドハマりしてるみたいな感じですなんかだからもともと違うところであったからまた足が運べて店員さんとすごいこう話せるようになったみたいな感じですかね何してんのみたいな私はいつも頼むお作りですこれ食べないとちょっとやっていけないんであの定期的にこれを摂取してますあんまり生ものが好きすぎるんだあっさり系が好きでいつもあっさり系ばっかりで嬉しめにと思ってご飯を食べてみたいなシメのご飯で、これ卵かけご飯になわさびが入ってんねん、それがめっちゃ美味しいんだ。なんか誰にでもホイホイ言ってるんやろなみたいな。でも普通ガチで好きやったらあんまそんなに好きって言えなくないですか？今日は日曜日で友達が泊まりに来てて友達とバイバイする時間が迫っていったら迫るほどめっちゃ悲しくなるのかだからもう帰るの寂しいみたいな感じになって友達京都に住んでるけど京都のもう家まで送りに行くみたいな言って2時間車運転して帰ってきた Now です。半年ぶりに会ったからもうずっと一緒に置いたいやん。だからもうギリッギリまでなもうついていくとこまでついていくみたいな感じで友達の金魚のふんしましたね昨日も夜ご飯もやし今日の朝の昼もやし結構いっぱい食べたから今日は動こうと思います。なんか家ってさほんまにやる気出えへんやんっていう時に私がここ最近結構あまたごめん大阪やから一生サイレンになってますやる気が出えへん時にめっちゃおすすめなんかこの帽子をかぶるっていうどう思うって書いてるんですけどこの帽子は絶対汗臭いです。小学生のあの赤白帽であのここら辺のゴムさ噛んだらさ汗しょっぱい味するやん。あんな感じの多分味がすると思う。私が一緒やってんのがなんか有酸素ヒットみたいな筋トレとダンスのやつってやってんねんけど家で一人でやってんのおもろくてさいつもニヤニヤしちゃうねははは最近癖でさこうやって顔こうやってくるする癖づいたらほうれん線やまなってきて最近だから気づいたら帰ってきてくる。足多分さスクワットする時の多分平等に負荷がかけられてなくて左右の筋肉さめっちゃあんねんの。なんか骨盤歪んでるらしい。これがしんどいっすよ。ちょまた汗見せていい。まずさここさ色変わってるやん汗ここでもうこの見えへんかそんなに見えへんか見えへんか。とりあえずご飯いっぱい食べた時とか飲んだ日とかいいとかいっぱい使っていっぱいやりすぎたなと思った時はこれをします。声がもうドン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 ダンスナイドンドンジャ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 ン。最近の音楽あんま知らんからアレクサとかにアレクサとかになんか言う時もアレクサ2010年代の邦楽のベスト何やらを流してとか。あ、これ。あ、今流さんで、アレクサストップ。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 
とか Apple Music にもいつも2010年代の音楽を流します。じゃあ最近 Stay Tuned に東京ガーネの音楽が流れてくる。私家に基本の時は夜ご飯にゆで卵をむしゃむしゃ食べるとかオートミールレンチンして食べるとか即席でパッて作れる料理をさするみたいな。日常がやばいな。やけど、でも今日はなんか食べたいわとか、そういう日はこうやって居酒屋行ってちょこっとあっさりしたものを食べるみたいな感じの日が多いです。毎日さ、ルーティーンとかある？なくない？私はルーティーンないんけど、いつも居酒屋飲んだ帰りってちゃんといつもお風呂入ったっけ？朝シャン多いねんな、朝シャン。ちょ、ほんまはな、あれやねんな。こういうの色々使ってますって言いたかったっけど、明日、朝シャンするときに言おう。もう今日、なんか疲れたから、お風呂入る記憶ないわ。あ、こう歯を磨く。こうやって、ゆいく、まなきやるな、くるき。メガネなくなったなと思って、ちょっとどこ行ったんやろと思ったら、洗濯機に回しちゃってて、メガネぶっ壊れちゃってた。作りに行かなあかんわと思ってんけど、死ぬほど腰が重たいねん。そういう、なんか、日常に入ってない、そういう、あれやん、やらなあかんこと。毎日メガネ作りに行ったら、それはできんで。でも、毎日メガネなんか作りに行けへんやんか。なんか、そういうな、日々の習慣じゃないことを、すんのがめっちゃ嫌いやねん。ネイルもさ、ずっと予約すんの忘れてて、だから、ネイルもしない。まあ、パックするけどな、最後にクリーム塗るとかでもないねんな。クリーム塗るのが一番大事なんやろ。でもあんまそうなのよ、わからんわと思ってとりあえずパックだけするみたいな感じですね。全然酔ってないね、マジで。まあ、全然酔ってないで。だから今から真面目になんか喋りなさいって言ったらちゃんと真面目に喋れるもんな。とりあえず寝ますか。おやすみ。スマホいじって寝よう。おやすみ。銭湯行ってきた。いきなり画面変わるけど銭湯行ってきた。ノベハの湯ツルハス店ですね。私がよう行く。今日は1時間ぐらいサウナに行って今から入ります。ここのさ岩盤浴も結構好きで、昔さ私岩盤浴って言ったらさカップルしかおらんのかなみたいな感じのイメージもあって全然行ったことなかったんけど、ここの岩盤浴な。でもなんか行く人行く人みんなさ延葉の岩盤浴マジおすすめみたいな言ってて、行ってみたらえ一人で全然行けるやんここってなって、そっからその時間がめっちゃある日は岩盤浴も行ってその後サウナするとか結構してんねんな。家の近所のあるいは町銭湯みたいな、ほんまに昔ながらのみたいな、なんか窓開いた。昔ながらの銭湯も行くねんけど、広いとこで飲み飲みしたい日はこの延葉のとこ来んねんな。延葉の湯めっちゃ好きやねん。この前羽曳野の方も行ったもん。この鶴橋の方よく来んねんけど。よし帰ります。帰りにさスーパー行って帰ってきた。こっちもある。こっちもここ最近さ自炊というものをしなかったからそうそうせなと思って、おいしょー。納豆、ヨーグルト、水菜、白菜、えのき、オクラ、椎茸、人参で豚肉と胸肉でトマト、あとモズクとバナナで、これなんか美味しそうな卵あったから買った。やっぱ卵愛好家としていろんな卵食べたらあかんからな。これなんか友達がな新大阪まで送った、新大阪まで送っただけやのにさ、なんか LINE ギフトでビールくれてんの、ありがた、嬉しい。これどこのビールやろ、ゴールダムダブルモルトっていうビールくれた、嬉しい。いっぱい飲んだり食べたりしたからいろいろ飲んだ方がいいんかなと思って、食物繊維と乳酸菌とビタミンとカリウム、この4点。え、なんかな肌白くなりたいんな最近、ほんまに。待って、この顔やめよう、ほんまに。ほんまに最近顔が下にたるんできてやばいん。だからトマトジュースもさアマゾンでさ30本入りぐらいのやつ買った。白くなる計画マジ始めよう、見よう。あ、こっちの方がなんか顔軽く見えるな。これさ、映るんです。さ、自分の家に来てくれた人を、まあ忘れる時もあんねんけど、一枚バシャって撮って、なんかそういう思い出にしてんねん。来てくれた人、来客を全員映るんですでバシャって撮って、なんかエモそうやろ、ちょっと。見てこれさ、抱き枕、なんかすごい形したやつ、これもな、Amazon でなんかレビュー良かったやつ買ってんな。なんか台で寝たくなるやん。でいつも足布団に前置いてるから布団に前置いて寝てんけど、いいのないかなと思って調べたらなんかこれ出てきて、テレビ見るときはいつもこっちでこうやってしてこうやって見てねんけど、寝るときはこう足をここにこうやってしてこうやって寝れる。こうやって寝れるし、まあ一緒やねんけどこうやって寝れるし、
いいねんなこれ。何だろう、自堕落な夜もあればちゃんと買って、まあ一応さ自分なりにまだ丁寧かなみたいな、運動もして線路行ってっていう、なんかそれ交互にするからどっちも楽しいみたいな感じやねんな今。この今日みたいな日を毎日連続してやるって多分無理やねんな、だるいだるいだるいってなるからさ。でもたまに自堕落なクソみたいな日を過ごしてこれしたらなんかどっちもいいなーなんでな。今日はさ友達と昨日夜バカ食べて、ほんでお昼にさまたいっぱい食べたから今日夜ご飯食べてないんだけど、こんな感じの日ですね。でホットアイマスクをして寝るという。みんなどうやって過ごしてんねやろな、私のこれはどのレベルぐらいなんやろな。おやすみ、バイバーイ。お風呂です。たまにこうさ使ってるものみたいなの聞いてもらうんで紹介しようかなと思いまして、まず私ラッシュがめっちゃ好きなんですよ。もうラッシュ信者っていうぐらいラッシュばっか使ってるんですけど、ずっとリピートして使ってる一軍で好きなやつみたいな感じ。あ、曇りが抜かんできた。まずめっちゃくすみがやばいなみたいな、なんか小肌リンジですけど、なんかお肌がすごい詰まってる気がするなんだけど、このカップオブコーヒーってやつ使ってめっちゃコーヒーの匂いすんねん。気になるところというか、私基本この鼻のとこと、あとこのほっぺのとこ。洗顔は2つ使ってるんですけど、めっちゃ昔に動画で紹介したこの、私がポップコーン昔食べたやつな。これ、食べれるポップコーンちゃうで。私大学生の時にこれの良さを気づいてからもずっとこれ使ってんねんけど、これポップコーン入ってるからさ、風呂場とかにポップコーンをしわけよ。じゃあお母さん、あんた、風呂の中でお菓子食べてるんかって。私ら食べそうやんか、だから。って疑われたこの、毎日が晩餐です。これもバーリアマイニューするで、くすみが最近は気になるというか、くすんでんなってめっちゃ思うねん、年齢重ねていった。だから最近はこのブラックダイヤってやつをリピしてますね。これさ近所の銭湯行って置いたらお風呂出たら取られててんな。買ってばっかり2回目ぐらいのやつ取られてて、もうめっちゃショックでさ、せめて最後の残りの1回ぐらいにしてくれよみたいな。もう2年ぐらい行ってて初めてそうやって取られたから、これは結構くすみが取れるというか、パッて明るくなるんな。で、肌トラブルとかもそんなに気になってなくて、で、まあ、乾燥をしてるというか、毛穴の開きとかすごい気になるなとか、普通の日というかは、毎日の晩餐を使います。ここら辺に塗って、ここほんまにな、何十個使ったかわからんっていうぐらい、めっちゃ使ってんな。これはほんまにおすすめです。朝になってるとか多分みんなの気のせいやで、あのね、お風呂に入るってとこまでがナイトルーティンやから、こんだけまあ明るくなってようが、まだナイトルーティンです。私の全部使ってるスキンケア紹介します。でも長いから一番最後にこれ流すから、興味があるっていう人は見てくれたらすごい嬉しいですって感じです。はい、まず最近使ってるこのお風呂上がりに、まずブースター、これトーンのやつやねんけど、これ視聴者さんからもらってんな。なんかめっちゃ染み込むというか、私そんなに言うてなんかいろいろ効果わからへんねんけど、なんかでもすごいいいなと思ってすごい使ってる。これ初めに塗って、で化粧水は私賞味なんでもいい派やねんか。化粧水いつもその場に置いてるやつを適当に使ってる。なんかでもベトってしてるよりさっぱり系が好きやから、ほんまにさっぱりした化粧水を使って終わりですね。うわー、ここ最近なんかできもんできてんねんな。でその後パックは銭湯とか行くときはもう1枚入りのやつとか使ってんねんけど、普通に普段家でおるときはこの鹿のデイリーパックを使ってますね。めっちゃさっぱりしてんねんな。あとこのマスクのここが長い、大きいからいいねんな。たまにさ、これ代表の人どんな顔してるんだよ、このパック作った人の顔に沿ってなんか作ったのか知らんけど、そのパックを作った顔の人なんかどんな顔してんのみたいな感じのさ、なんかとんでもないパックの形なの。あとこれもめっちゃリピしてる、プレゼントでもらったりとか自分でもリピしてんねんけど、あのほらよ、流行ったやつだよこれ、ダーマレーザーってやつ。これなんかいろいろカラーあるような青とかなんかいろいろ3パックぐらい使ったかも。これ基本ずっとこのなんかこういうさっぱり系が好きやから、とりあえず毎日つけるみたいなのをしてますね。あと昨日みたいに化粧を拭き取って寝るみたいな時は去年の秋ぐらいかなに PR でもらって、そこからずっと使ってんだけど、シシさんのやつ、これマジ全然突っ張らんし、なんか一本でなんかこれしとけばええっしょみたいな感じで、これ旅行とかに持って行ってますね。銭湯に持っていくよ、でこれ家に置いてるよみたいな。ヘアオイルは一定美容室で買ってんな。もう多分もうそろそろなくなっちゃう。なんてとこやろこれ、やらやみたいな。自分の髪質的にミルクの方が合ってんねん。私猫っ毛の結構パサパサ系の髪の毛やねんけど、ドライヤーする前は絶対ヘアミルクを塗る。オイルやったらなちょっと重たいとか、なんか美容師さんにも言われてんな、多分この髪質的にヘアミルクの方がいいと思うみたいな。しかもヘアミルクの方がなんか全体に塗りやすいとか、オイルって結構さべっちゃーんってなるやん、ミルクやったらあんまならんねんな。でこれリファのなんか物いっぱい映りそう、これめっちゃサラサラなんだよな。プレゼントでもらってんけど、だいたいあれや、私の動画に出てくる
あれマミちゃんなんかちょっとそんなブランドのやつ使って女子力高いやん多分思ってくれてないです基本全部プレゼント後忘れたと思って持ってきてんけどお風呂でなんかもうゆっくりクレンジングしようみたいな時はこれ最近なラッシュ行ってお姉さんに聞いて買ってんだからまだ使って 2,3 回のやつやねんけどラッシュのクレンジングやねんけどウルトラブランドってやつ私鼻周りのあの白いつぶつぶが気になるからそんな感じのこと言ったらこれおすすめしてもらってこれまた次のナイトルーティーンの時にこれのあのレビューしようあと最後にクリームを塗るときはね塗るときとりあえず私あのベタベタ系のクリームがあんま得意じゃないから何だっけ昔アットコスメがなんかの爆買いの時に買ってんけどエリクシールの水クリームベタベタしやんくてめっちゃ好きやねんけどこれかこれを使ってんねんけどこのなこのクリームなんかななんやろなパッと見さなんか重たそうに見えるやんけどなんか重たくないというかなんやろななんかフルーチェに近いみたいなフルーチェ？なんかフルーチェみたいやねんな。あの食感な？食感じゃない。食感っていうのさ触った感？クリームっぽいのにまずベタベタしてないし密着してる感。なんかちょっとパック感あるというか。だしなんかお肌がなこれ塗って出たらめっちゃ柔らかくなんねんな。柔らかくなるからどういう効果があるか私知らんけどとりあえずなんかいい。そこ見えそうなぐらい結構使ってる。年取ってきたらさやばくない？なんか最近さほんまにさここら辺の首周りとか気になってこうやって塗るもんなクリームとかいろいろ。これパックやけど。こんな感じであの使ったパックをここら辺に塗って以上私のスキンケア終わりです。まあ朝っぽいかもしらへんけど一応夜のナイトルーティーンでしたバイバーイおやすみ。